皆さん、こんにちは。ユニコンです。今回はですね、生放送で告知した通り、お知らせの動画やっていきたいと思います。で、手短にね、まとめていきたいと思います。はい、ね、そのね、キャラクターについて、この目の前に出てるキャラクターね、このキャラクターは僕のね、 YouTube アカウントのそのマスコットキャラクターです。名前はユニゴンくんです。そのまんまと思ったろ、そのまんまと思ったろ。そうだよ、そのまんまだよ。このね、まあ、画像なんですけど、これ僕ペンタブ持ってないんで、普通にもう紙に書いて写真撮ってエフェクトかけまくって、もうできたのがこれ。今200人突破しました。いう BGM が流れるんだろうけど、まあ、400人突破したと思ったんですよ。突破して生放送でね、そのタイトルに400人突破って書いて生放送したんですよ。そしたら次の日見て2人減ったんですよ。結果的にこうなるとは思ってたんですけど、本当にそうなってしまいました。次はですね、動画についてですね、まあ、動画についてなんですけど、アウトラストの動画があんまりにも伸びない。生放送やっても伸びない、普通に動画作っても伸びない。というわけで、もしかしたらやめるかもしれません。今ね、アウトラストの動画、僕の動画で見てる人は一応コメントください。で、もしもコメントが来なかったらやめる可能性があります。次はですね、ゲームの募集、まあ、ゲームの募集って言っても、まあ、自分でその考えてゲームやっていくっていうのが、まあ、ゲーム実況者なんだろうけど、僕の動画ね、やっぱな、BF とか GTA とかマインクラフト、PUBG、アウトラストとか、まあ、結構いろいろやってるんですよ。で、あまりにも伸びない動画とか、ぼちぼち伸びてる動画とかあるんですよ。で、まあ、見ている動画とか、見たい動画があれば、まあ、コメント欄にください。今後考えてるのが、COD やりたくなったんで、今借りないんですけど、もしかしたら COD やるかもしれないです。はい、まあ、今後に一応期待しといてください。次はですね、質問コーナーについて。500人突破で、まあ、プレゼント企画とかよくやると思うんですけど、金ないんすよ、マジで。マジ金ないんすよ。なので、まあ、質問コーナーだったら僕できるんで、まあ、質問コーナーというわけで、どしどし質問ください。まあ、この動画をね、コメント欄に質問してくれるのもありだし、こちらのね、僕のツイッター、ユニゴンくんっていうツイッターにね、直接送ってくれるのもありです。はい、例えばユニゴンって名前は何を由来にしてつけた名前ですかみたいな、まあ、そういうのでもいいんで、ぜひぜひ、コメントください。というわけでね、今回の動画面白いってわけではないと思うけど、今後も頑張ってほしいと思ったら、それおかしいか。まあ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでね、次の動画までネクシチューブ。